どうもです。はい。ということで、はい。久々なんか毎回久々って言うんだけど、でも毎回1ヶ月ぶり以上な気がする。そうだよね。毎回毎回。はい。ということで秋冬の購入品ってことですね。はい。はい、やっていきたいと思います。それでは行きましょう。ポロバイラルロレンのまあハンドニットですね。コットンフラックスって何？フラックスって何？書いておきます。これ書いておきます。多分朝な気がする。なんとなく触った感じ。なんとなく朝かなっていう。わかんねえけどな。うん、わかんねえけど。の、ニットですね。でけえな、これも。XXL ですね。結構珍しい XXL はあんまりない。このね、芝生色。いや、キモすぎだよ。かわいいな。単色でこれっていうのはなんか非常に刺さって、まあ、あとラルフならではのその素材の良さと、まあ、形の良さが非常に気に入って合わせていただきました。今年はニット着ようと思ってました。モテようとしますね。モテよう。最近のあの手はモテない。まああのいもうだまあモテなそうだなこの色。買う前に気づけよ。この色はちょっと違うか。じゃあ私行きましょうか。派手やな。派手やな。派手なコンビだ。これ。今日紹介する中で多分これが一番前に買ったかな。はい、このヘインズのジップアッパーカーになります。はいまあ、これね、いい。いや、いいよ。非常に、うん、まあ、ジップパーカーでオレンジ、ポキさんでもしっかり着れるサイズ感で出てきてるっていうのは、非常にポイントとしてはいいな。そうそう、なんかサクッと、まあ、今、ネオンサインのデニムですけど、なんか合わせて、なんか、いいじゃない、うん、っていう。最近、まあ、巷で大人気。はい。巷で、いや、多分 ね、ブーマーズのコメント欄だけじゃない。でも、来るお客さん結構、ね、聞かれるんですよ。あ、本当？こちらの、まあ、僕が最近一番気に入っている。まあ、ブランド。キングサイズ。キングサイズ。の、ボアベストですね。いや、めっちゃでかいやん、これもう。多分あの、パタゴニアのレトロ X ベストのサンプリングみたいな。もうこんなケツまでかぶる、映ってねえけども。こんなケツまで入るね、あの、ボアのベストになかなかないと思うんで。かわいい。かわいいね。うん。で、こんだけでかきゃもう、ほんとアウターの上からいけるもんね。アウターの上からいけると思うね。ウェルノードと、わがまま別注の、はい、パンツでございます。これむっちゃいいの、ちょっと履いていい？めっちゃいいね。あー、わかるかな。すげえ柔らかいんだけど、すげえ肉厚なのこれ。確かに。詳しい説明はわがままの中村さんの動画を、はい、見てください。僕よりちゃんと説明してるんで。そりゃそうですよ。なんかこれにもう上何グレースウェット着てみたいな、カレッジ系のとかで、うん、もうすごいなんか上品に見えるような感じ。確かに。あとむっちゃあったかい。いいパンツです。いいパンツ。久々にパンツでなんかいいっていうパンツ買った気がする。おなじみではありますが、ダンギャップですね。出たよ、ギャップの。ほんと好きだね。好きですね、うん、ギャップやっぱ、まあ、キングサイズたまたま今一番ハマってるけど、まあ、うん、多分もともとは多分ギャップが一番好きなんですが、うん、パタゴニアの、シンチラオーバーシャツかな、確か正式名称は、うん、フルジップのフリースのシャツがパタゴニアから出てるんですが、まあ、それのサンプリングですね、はい、ギャップの。ここね、もうでかいな。 2XL です。ギャップもやっぱね、XL も結構珍しいんだけど、うん、2X になるとね、まあ見ないね。でも確かに俺も古着屋行って不意にないもん、別に XXL でしょ、うん、なんかシャツとかはまだでかいなるけど。確かに超使えそう。これはね、めちゃくちゃ気に入っております。まあこのパチポケみたいな感じのフロントのポケットと、まあハンドポケットしっかり横についてるのもあって、まあ、なんでもないっちゃなんでもないんだけど、うん、まあなんかこうパッと見てその袋に可愛いねってなんかになると一個かなと思います。オーラリー、久々ですよ。オーラリー2年ぶりぐらい、2年ぶりぐらいに買ったと思うの、ダウンベストですね。やっぱダウンベストなんか今っぽいよね、うん、すごく。俺も欲しいもん今。いいよね。探しています、ダウンベスト。これ聞いてたさ、やっぱ、ね、動画にもありましたけど、ファッション業界の重鎮感で、重鎮感で、お疲れー。すごそうだけど誰か知らんやんみたいな感で、お疲れー。もうなんかそうすごいいいよね。ちょっと重鎮感出したい人はダウンベスト買うといいかもしれない。重鎮感出したい。 いいね、うん、いい。これすごいね、気に入ってる。気に入ってるというか、でもまだ
着れてないんですけど。でここもコットン素材だから変に光沢がパッと出ないからな、カジュアルなんだけど落ち着いた雰囲気が出るのか。確かにそうだね。うん、おすすめの一着でございます。はい、私初めてユーロ古着を買ってみました、はい、おユーロ古着を買ってみました。ユミ&キューティー見てる。まこれなんですが、おお、なんか別にあんまユーロっぽく見えないけどね。そうなんですよこれね、おもろい形。普通に留めてるとアシンメトリー系のボタンがついてるんですが、うんうん、この下になんとジップがあるんですよ。え、ボタンの下にジップがありまして、全開けするとですね、あのライダースかのようなこう形になるんですね。なるほどね。これなるほどね。すごいおしゃんななんか服を買ってしまいました。おしゃれやん。おしゃんなんかこんな色のニット着てるやつが買う服じゃないよ。そうそうそう、なんかこういうのいいなってなんか思ってしまいまして、メーカーはねちょっとねよくわからんです。あのこんなタグついてて調べたところによると、まあジップとかあの見たらユーロもの、うん、で大体80年代ぐらいのやつなんじゃないかなっていう感じでですね、うん、これめっちゃかっこいいやん。これいいっすね。いやこれいいよ。普通に現行のブランドとかに普通に出てそうな。ほい。まあ開けてるとこんな感じで、まあ本当ダブルのライダースみたいな感じなんですけど、個人的にはねここだけ止める着方好きですね。まあこんな感じ。ああいいね。あかっこいいわこれ。すごいいい。非常に気に入って。デカヘリンボーンいいかも。デカヘリンボーンいいよね。ちょっとデカヘリンボーンいい。デカヘリンボーン、うん、こんな感じです。はい。続いて。まあ、ちょっと夏なんですけど。夏なんです。 ET です。ET です。これむっちゃいいなと思って、ダンの横にある BMX の店があるんだけど、チャリアと ET とのまあコラボの詳細はちょっと書いておくんですけど、はい、もう普通にこの面がいいなと思って、で僕ジャケットにつけるあのピンズ、クミンアヤさんの ET のピンズ持ってるんで、確かにもうこれ着てジャケット着てピンズつけてもう風で、僕あの前公演というかあの学校であの授業しに行った時にもそれで行ったんですよ、はい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 、もうに最高です。私分かるんだね。分かるの子供たち。ET の T シャツなかなかこうね古着で探すとやっぱ古いってのもあってあんまりいいのがなんか出てこないので、すげえいいと思います。買ったっていうかね、うん、作ったやつ、作りました。作りました。作りました。あの詳細はインスタ？インスタグラムかな。あと販売ページがあるからそっち見てもらったらいいかもしれない。そうですね。僕着てるやつもそうですよ。あ、そうです。フロントとバック、これはちょっと薄くて見えづらいんですけど、入ってるやつで。まあボディーから今回オリジナルで。かなり、こだわってしまいました。こだわってしまって夏出す予定が冬になるっていう、やつです。はい、ぜひチェックしていただければと思います。概要欄には、いろいろ飛べるとこ貼ってるんで見てみてください。はい、はい、ということで、はい、やってきましたけども、はい、あとなんか欲しいのある冬は？ダウンベスト。あー、そう、ダウンベスト。ダウンベスト、ちょっとダイバー、ダイバー、あれを何色にしようかっていうところです。多分買うんですね、きっと。何色にしようかって今ところに来てるんで。なるほど、なるほど。買うまでは来てんのか。そうです。ただ、色がね、目全部いいのよ。あー、でよかったよね、さっき見ても。そうそう。どれにしようかなっていう感じでございますね。じゃあ次の動画は、ダイバー。ダイバーの購入品紹介が、いつ私出たかっていう。まあそうね。このままのペースでいくとあと1ヶ月後なんで、そうです、あの12月末頃には、はい、末頃には出るんじゃないかなと思います。ということで皆さんも、はい、秋もう冬ですかね。そうですよ、ね、服、一番楽しい時期ですので、楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、もしよかったら高評価、チャンネル登録ぜひしてみてください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何色にしようかな。もう緑攻めれば今シーズン。緑がね一番でもハマってはいるのよ自分個人的には。でもさっき国産にオレンジええやんって言われて、うん、いやいいのよってなってる。なんなら黄色いいのよってなってる。なんならもはやもう一番定番ネイビー。まあ、まあ、いいね、いいよな。ここであえてパープル？いやいやいや。でもちょっとありだなみたいな感じ。なるほどね。つまり別に決まってないってこと。決まってないです。